さあやっていきます。天意第2ステージです。高金属の奴らは軽くひねりつぶしてやった。殿はそんなわしに西の高潔アクライの名前を二つ名としてくださった。ありがてえ話だぜ。よかったじゃない、嬉しいじゃないの。けど浮かれてばかりもいられねえ。今度はトウタクとかいう豚野郎が都で暴れてるらしい。権力に溺れるかケチな悪党だ。殿は旧友の炎章ってのと組んで反トウタクの連合を組織して洛陽へ向けて進軍を開始した。よっしゃ、アクライ天意の力見せてやるぜ。さあやっていきますよ。ね、噛んだわ噛んだわ、思いっきり噛んだわ。曹操の将か。見るからにそやであるな。曹操はよく貴様のようなやつをそばに置けるものだ。まあよい。今回ああなるほどね、孤狼感があるのか。そうか、この名族炎本書も名手として後から戦場へと向かう。そなたも奮起せよ。目指す敵は董卓が、その前に猛将呂布の守る孤狼感が激戦地となろう。なんとしても孤狼艦の先に進み、トウタクの首を取るのだ。天使をいただく身でありながら、その身を生み出すとは、なんたる不敬、なんたる不忠。みんな、私についてまいれ。逆賊トウタクの手から、都を官室の威信を取り戻すのだ。さあということでやっていきましょう。ここが、一番のターニングポイントというか粘りどころですね。いけるのか、俺にいけるのか、心配で心配で仕方がない。さあということで先陣譜無双語が取れましたんで、これでやっていきたいと思います。やっていくわよ。はい、やっていくわよ。なんとしてもここで勝つわよ。問題は呂布です。はい、すべての始まりは呂布ですので、よし行くか。さあ行けるかな、僕に行けるかな。心配で心配で仕方がないだろ。我らが一番の力、行くぞ。狙うは董卓の。さあチャージ4をチャージ5か。うわー待って、お前ちょっと待って、優秀か優秀か、お前優秀なのか。おいおいおい、待って待って、お前もしかして優秀なのか。おいおい、お前このチャージシュートはでかすぎるぞ。マジでこれ軽い武器にしたらめっちゃ強いんじゃない。うわー、これはありがたい。えぐい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 、お前やるな店員。どうせなんか武器を縦に振り下ろして超範囲の狭いドカンやと思っとったんや俺。チャージシュート、お前のチャージシュートは所詮そんなもんだろうと勝手に決めつけとったんや俺。ごめん、かかったぞ。それ今じゃ知らんかった。えらいえらいわ。お前えらいぞ。やるなー、えらい子ちゃんだ。よくできました、よくできました。これなら呂布に対抗できる。いけるぞ、これなら呂布に対抗できるぞ。今の俺でも十分倒せる。やる、さすが。見直した、これは完全に見直した。これはよくやったと褒めてやりたい。マジかー、そうかそうか。君はそういうパターンなのね。やばいな、ちょっとためが長いな。軽い欲しいな。うん、まあちょっと軽いが欲しいっていうのは正直あるけど、いやまあでも十分十分十分ですよ。まず死んじゃう。死んじゃうよ。勝つ日もあれば負ける日もある。一丁上がりだぜ。おい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 、やるじゃないか。
これはマジで見直した。今なら敵陣を崩せる。おせい。ちょっと待ってね。イヤホン落ちた、イヤホンが。来い。いや、いいよ。これは軽い武器が手に入ったらもうだいぶ強くなるやつやな。え、これは絶対テイの使い勝手が悪すぎて調整したよな、開発人さんよ。開発人さんよ、どうなのよ、調整したんじゃないのかい。正直に言ってみな、怒らないから。これは素晴らしい情報修正ですね。チャージシュートはでかすぎる。これはマジででかい。我らが健康な守り、僕と見るがよい。まあ無理にチャージシュートじゃなくてもいいけどね。オッケー。うわー、これ軽い武器欲しいな。勝機は今だ。応勢をかけよう。ちょっと待って、これ牛助倒せるんか、これ。隠しと、あ、なんか左から来よんな。対面に会いたい今日。うら。よくやってくれた。しかもガード無視、もしかして。え、もしかしてこれガード無視か。そんなわけないと思うんやけど。そんなわけないと勝手に思っとってんけど、ガード無視なの。そういう素晴らしい機能がついてるの、今回の君の武器には。どうなのよ、怒らないから言ってごらん。やったやった、これは勝った。あとはチャージ力だけや。チャージ力がどういう攻撃かがちょっと気になる。なぎ払いに近いかなと思ったんやけど。弱えな。OK、かねばなるまい。よっしゃ、がりだぜ。素晴らしすぎるぞ兄さん。ちょっと待って、リカクって倒せたっけ。倒せる、リカクは倒せる。俺の攻撃かわせるか。よし、これまたくね。確かにちょっとコンボしにくいのはコンボしにくいけど、ね、範囲が十分すぎるんやな。負けない、一丁上がりだぜ。よっしゃ。いやー、強い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 、マジ強い。来た、来よった来よった。これで来るのよね、リョフが。さあ、なんとか倒したいぞ。腰抜けど、この俺と関とで全て蹴散らしてやる。まあちょっと待てよ、一旦待てよ。相手してやるけんちょっと待っとけ。よし、ちょっと待っとってもらおう。その前にちょっと倒せるやつを倒していきましょう。光純は倒せるよね。私と勝負いたぞ。待って、これ多分ガード、あ、ガードじゃないんか、やっぱ無視ではないんか。ごめん、違うわ、勘違いだ。なんやねんお前、マジで周りが雑魚なんじゃ。おら、おら、どけ、おら。おっそ、マジおっそ。
このままで済むと思うな。けけあーくそお前もどけって、いやいやいや、ちょっといかんない、やっぱ遅いな攻撃が。負けねえからな。軽い武器が欲しい、これマジで軽い武器が欲しい。いや無理すぎる。ジョエ任せるか、ジョエ任せてリョフ倒す。おい協調、カスだ、この俺が叩き潰してくれる。でですね、お、なんか来た。これみんなあったっけ、このイベント。ないよね、ないよね、こんなイベント。曹操様の言いつけがあるんだろう。早く行くだ。はあ、すまねえ。やられんじゃねえぞ。協調、お前ちょっと目がいっとる。こっからはおいらが相手だぞ。頼りになる。頼りになる。そはおいらに任せて先へ行くだよ。安心しろ。もしかして協調がこれ。やっべ。でちょっとですね、ちょっと一旦保存していい。これ負けたらどうせやり直しになるけんさ。よし協調。あーお前ずるい、それ、あ、ずるいって、お前のそれずるない。はいや、負けるん、はいや。いやちょっとやりにくいなー、もうあの両方のさ、あのガード無視ずるいよね、あれどうにかならんの、あの攻撃急にされたら避けようないんやね。あとは単純にカメラワークが悪すぎます。僕の L1 の押し方が悪いですね。さあもう一回行こう、勝てるよ。なんで馬乗っとんねんお前また。あ、だからいいです、いいです、いいです、勝てるのよ。集団の力なめんな。この力、この時代終わったのよ、この力が。この力が全てを凌駕する時代終わったのよ。あぶね、怖っ、ちょっと怖すぎるよ。あ、やばいな、ちょっと待って、アホどもがわしを殺せると思う。お前マジかよ、ざけんなよマジで、ざけんなよてめえ、ほんにゃろう。ちょっと待って、難しい、食器捨てはむずいって、攻撃が遅い。あんた攻撃が遅いのよ。こっちもやっぱ使わないかんよな。もう、もう、倒せ。ザン、クソボケ、何やねんお前、どこ行っとんねん、見えん、いた、危ないよ、
お前なんで半分壁にめり込んどんぞ。戦いにくいんじゃん。俺に勝てると思った。回復すんな。あーやばい。こーわこーわ。よっしゃ。怖いってお前。あーくそっそ。なんやねん。あ、待って、これむずいかも。ちょっと待って、これ始まって以来一番むずいかもしれん、呂布。体力が。体力がむずいぞ。どないしようか。どないしよう。困ったなぁ。もっかい行こう。あの、馬乗ってスタートするとしいな。降りとけやな。いやー遅い。もうちょっと攻撃スピードを速くしてくれ。俺に勝てると思った。こいつ受け身が多いな。さすが孤狼感。孤狼感呂布。孤狼感呂布強い。さあぼちぼち来るぞ。当てさせない。よし。いけるか。あー、ダメか。よっしゃ、来たー。よし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 。さま見ろ。魔法どもが足を凍らせると思ったか。やった。やってやった。やってやったぞ。さあ来い、雑魚ども。覚えておけ。あー、遅い。攻撃が遅い。これでもちょっとステージ進んできたらこれ軽いじゃないとやばいな。隙がでかすぎるな。何するんでも。お前も前回のなるほどの凍結を。これ今のであの隙やで。やばくね。いやだこれもうちょっとステージ進んだらダメージ食らうけんね、今の一発で。ひるむけんね。いかんよ。めっちゃ上がりだぜ。久々に強敵と会えたわ。めっちゃ上がりだぜ。さあ、これでここを倒しましょう。やばいよね。やばいよね。やばいよね、チャージラッシュ。使いにくい。これちょっと軽い武器絶対いるわ。寝顔。軽い武器が取れることを。僕ね、勉強したんですよ。マジな話、念って大事やなと思って。念。念ってやっぱ大事なんですよ。もう絶対に、絶対に欲しいと。軽い武器が。軽い武器が絶対に欲しいと思って全力で願いよったら、そのうちね、軽い武器が入ってくるのよ。これなんか誰かの時に、この念がマジで聞いた時があって、誰やったかな？誰かの時よ。誰かの時にあったんです、それが。やっぱ念ってやっぱ大事やなと。念で集中しましょう。いいんですよ。5武器でもいいんで。あ、5武器じゃないや。2武器でもいいんで。とりあえず軽い武器が、手に入れば、もう全然いいの。とにかく軽い武器。軽い武器があったらもうチャージシュートで戦局を結構安定して立てれるはずなんで。このままで済むと思うな。遅いよなマジで。はあ。
どけ。マジで。ほら。よし。あと長寮いけるかな。長寮倒した？まだよね。長寮倒したい。長寮って倒したら何やったっけ、あいつアイテムやったかな。武器じゃなかったっけ。ちょっと覚えてねえや。頼む、間に合ってくれ。間に合ってくれ。そう、あの上から降りれるのが結構弱いね。あ、弱る、いや、降りれるんか。あー、やりやがった、もう。早いわ。さあ、トータク倒して終わりにしましょう。御大将強いですな。こっち、こっちか。倒すぞ。もうあとはトータクだけなんでね。はい、倒しましょう。ラストです。やった、巨長が死なずに済んだ。ぶっ潰してやるだよ。おや、豚。いや、この範囲狭い。もう、範囲狭いって。あったな。ほら。ほら。はぁ、キモ。キモ。嘘やろ、ちょ待って。あぶね、あぶね。どっからやねん、クソ。もう、撃ったー。うざー。海へ、うざ。あ、キモ。お前ら、邪魔なんじゃ。うわー、トータクの方が早い足。怖っ。よし、危なかった。お前に負けたら俺はもう一回呂布からやり直しやぞ。よっしゃ、呂布やってくれた。オッケー、よし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 、倒した倒した、素晴らしい。消えてゆく。バカどもが。ガッハ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 。さあ、ということで終わりましたね。はい、終了しました。楽しかったです。非常に難しかったです。逆賊トータクをついに倒すことができた。これも連合軍の諸侯が力を合わせた結果だ。名士として誇りに思う。トータク打倒という目標が果たされ、連合軍は解散となる。だが、名族の旗のもと戦った日々を皆忘れてや。黙れ、お前なんかしょったか。そういや、おったっけ、あいつ。おらんかったよね。 おった記憶にない。おお、素晴らしい。あー、でも標準か。まあまあまあ、悪くない。軽い、こい、軽い、軽い、来てくれ。あ、来た、おら、おら、来た。ほら見ろ、ほら見ろ、来たろが。なあ、見たろ、言ったろ、来るんやって軽いっていうのが。先輩、よっしゃ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 。とりあえずあのチャージロックを見てみようか。一回一回チャージロック見てみて、普通にやってチャージロック見てみて、そんなに使えそうじゃなかったら軽いの先陣譜にしましょう。じゃあそんな感じで今回終わります。ありがとうございました。バイバイ。念って大事ね。